最終テーマ。はい。まあ先ほども言った通り、天才は何でもできるんですよ。でも我々人類一つだけ微平等なものがあります。微平等。平等。平等に受けてきたものがあります。はい。それは何ですか。義務教育。正解、義務教育です。おー、テストを受けてもらいます。うわー、終わったー。天才それ。終わった、ただの秀才だー。天才は何でもできるんです。学力？ひらめき、独創性、学力ってことかよ。なるほどー。僕、テストを作ってきました。すごいすごい。こいつやるな。ちなみに、義務教育じゃないとダメだと思ったんで、うん、全部中学生の問題です。うわー、でも俺もう中学生もわからんよ。中学生結構むずいんだよ、これ。まあ社会で言われる一般常識的な問題ばっかですか。ちなみにこのテストの点数がそのままポイントに加算されます。うわこれやん、意味な、今までのやつ。ということでテスト開始。はい、頑張ります。名称学園入試試験。うわすごい、一般教養問題ちゃんと作ってんじゃん。え、お前どっかから拾ってきたんじゃないの。やばい、全然わかんない。初めて見る英単語出てきたんだけど。嘘でしょ。マジマジ。いきます。あべ、1もあったもん。1もあ、BBB の丸5 C の上にある。C の上に C の次の。おー、そっちか。やばいよね、ここ。今気づいた。ちょっと島考えさせて。あと30秒。山むずい。何や、何個あるの山。5、4、3、2、1。はい、終了。終了です。終了です。あれくん、終了です。あれくん、終了です。書いてます。ずる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 です。ずるずるです。生徒指導室ですよ。ずるです。採点お願いします。採点します。今回のテストも余裕だったな。まあね、ノーベンでいけたってやつだな。ノーベンで赤点回避してやったわ。点数発表。あー、なんかまずなんかそのまず解説とか解説していく、うん、見ていい。見ていいです。まあ自分がどんな、あそこどんくらいでいっちゃうか。レイが気になったとことか言ってってよ。そうだね、点数分かっちゃう。え、見ていい。じゃあはいよ、見て。足さずに、足さなきゃいい。これ、ま、点数見ない方がいいっしょ。おー、英語の問題なんですけど、はい、 A の丸2番、はい、更新、はい、もちくんなんて書きました。牛乳って書きました。いやもう分かんなすぎて。メロク。完全にボケた。カウ。更新牛乳。更新牛乳。いや、そっち。更新牛乳。完全にボケた。分かんなすぎて。テスト大喜利すんの。いや、分かんなすぎて。これ何だったの。これいとこです。すごっ。分かんない。惜しいじゃん俺。なんだ、何惜しいって書いてある。あ、惜しい。で、この B の丸五番、B の丸5、飲食店、うん、はい、正解はレストラン。うわ、そうじゃん。正解。そうじゃん。え、スペル俺違うのかな。レストラン。レストラン。あ、レストラン。のぜくん、答えなんて書きました。フード&ドリンクショップ。いや、まあまあ、でもまあまあ伝わる、伝わり。レストランって書いてくれば分かった。なんかデガワイングリッシュ感ある。すごい。フード&ドリンクショップ伝わりそうではある。え、のせ D 合ってんの。すごっ。D やってんのすごいね。D やってました。D の1番。私は明日サッカーをするつもりです。これは、I am going to play サッカー。Going か。俺、ハーフって書いちゃった。ワンワン。ちょっと待ってください。ハルキロは謎の回答。ワンワン、あ、コンピューターの女です。バカ。D の元素記号の物質名を答えよう。意外と合ってる。そう。水素は全世界。水素合ってます。はい。C が炭素。はい。あ、まあ。で、O が酸素。いや、炭って書いちゃった。NA のナトリウムも全員正解かな。はい。で、MG がマグネシウム。ああ、常識ですよ、これは。で、6の BA がバリウム。うわ、そう、迷ったの。バリリウムって書いちゃった、俺。惜しいね。バリウムだったか、迷ったんだよな。で、CU。はい。これ、銅です。カリウムじゃないんだ。そうだそうだ、銅だ。なんか聞いたことある。これカリウムって書いてた。次、化学式の物質、化学式もしくは物質名を答えよう。水が H2O。 でも水素が H。 塩化ナトリウム、かけてた人います。え、いや、ミスった。書いてない。 HCL かと思ってた。 NaCl じゃなかった、 NCl だった。 NCl
答えが NaCl、 ナトリウムと Cl で、4番が NaHCO3、 これ炭酸水素ナトリウムです。わー、過酸化水素かと思った。俺一酸化水素かと思った。全然違う、一酸化ナトリウムって書いてあるわ。じゃあ植物の問題。植物において水蒸気や酸素、二酸化炭素の通り道となっている葉の表面にある隙間のことを何というか。すごい。正解の正解。正解気候、すごい。気候わかんの、すごい。すごい。気候なんか覚えてた。俺筋って書いたわ。筋。筋。で、まあ、2番、光エネルギーにより二酸化炭素から水からブドウと酸素を合成する植物の働きを何というか。はい。もちくん。で、二酸化炭素を石灰水に通すとどうなるか。白く濁る。正解。これはね、なんか覚えてるっていうか、勝手に手が動いた、なんか、うん、すごい。こっち君以外正解ですよ。すごい。4番、空気中の約 78% を占める気体を答える。お前やばっ。何酸素じゃない、間違えてた。お前ら、窒素、酸素、二酸化炭素、窒素。二酸化、やばっ、やばい、これやばいな、それやばい、これやばいな、これやばいです。俺間違えた時ちょっとやばいなって思った。酸素じゃないんだね。酸素そんなにないです。次が5番、背骨がある動物を何というか。脊椎動物。正解。脊椎動物。脊椎動物って書いてたんで。脊椎じゃないですね。脊椎動物。しかも脊椎の脊、これ背骨の背にしてるし。図だし。何言ってんの。背骨の背。6番、これ誰も正解していませんでした。これなんすか。大気飲食の際に見られる太陽表面の大気の層を何というか。コロナ。そういうことか。そうだ、だから絶対に聞き馴染みあるよ。そうじゃん。コロナです。ムカつくはあるな、確かに。次、社会ですね。あ、もうボロボロです。これもうやばい。ボロボロです。すごい。じゃってねえよ。はい、これ1番、古代の問題。海岸や水辺には食べ物の残りカスを捨てた、これマジでわかんない、なんとかがあってきた。これ何、サンゴ、これ何ですか。これ答え、貝塚です。あー、貝塚懐かしい。このうち君なんて書きました。ゴミ処理場って書きました。何をしてんの。もうなんか分かんないとおふざけになっちゃうんだよ。古代で何をしてんの。最強なんよ。次いきます。中世。4番、中世の問題。実力のある者が力を伸ばして上の身分の者に打ち勝つ、なんとかの風潮が広がった。これ正解者。下克上。これやばいな、出ないの。マジで出なかった。もっちなんて書いた。ジャイアントキリングって書きました。どういうこと。間違ってないよ。もうね、おふざけしちゃうんだよね。わかんなすぎて。もうそっちの英語っつうか、そっちの言葉しか出てこなかった。ちょっと、これ何幕府。頼朝が開いた、鎌倉か。本格的な武士の政権を鎌倉幕府という。江戸かと思った。江戸じゃないです。江戸幕府を開いたのは、豊臣家康。正解です。豊臣家康です。終わってるわ。次が2番、三権分立を答えよう。これ分かんなかったんだよね。正解者いなかったんですよ。本当に出てこなかったです。国会。そう、国会。司法。あ、司法とかなんかあったかもしれん。これめっちゃアホっぽいわ。裁判所。正解。あと1個。検察所。なんかでも国会、内閣、裁判所。内閣。え、そう、内閣。内閣。別なの、国会と内閣って。そうそうそう。あ、そうなんだ。勉強になります。司法っていうのが、俺内閣裁判所って書いてた。惜しい。国会が出てこなかったわ。そうだね。じゃあ次、法律を公布するのは、法律を公布するのは天皇です。よし、ありがとうございます。もちくんなんて書いてた。内閣総理大臣って書きました。まあ、なんか俺もう公布っていう2文字で俺無理になって書かなかったわ。ありがとうございます。5番、中国の正式名称を漢字で答えろ。これ全員正解した。はい、これはいきますね。さすがに。6番、四国地方の県を2つ答えろ。香川、愛知。愛知は、え、愛知違う、なんで丸ついてるんですかこれ。愛知違います。え、愛知中部地方。愛知違いますよ。なんだこれ丸ついてるんですか。やった、採点ミスですよ。やった、罰です。え、罰け。2点マイナス。で、7番、これ難かった。名前に島がつく県を一つ答えてください。いや、無理だ。答えは何ですか。何かけました。徳島、福島、島根、広島。あと鹿児島。ああ、で3つだね。うん、え、3つ。あ、じゃあ5つだね。え、 B 全員正解。あ、 B 全員。俺、安倍晋三の米、違う、な、安倍晋三になってた。安倍晋三は安倍晋三だから。やっちった、ね、よく春樹正解した。え、違うの。安倍晋三だよ。安倍晋三になってた。2人とも惜しかった。安倍さんや。何も違えんよお前。何もかも違う回答すんの。はい、よし。いや、天才。じゃあ現在トップの野瀬くんからでいいんじゃないですか。そうですね。ここ同率でしょ。もちからでいいんじゃない。俺
じゃあ、もっちからいく。じゃあ、もっちの今の明秀学園入学試験の点数、はい、100点満点中、はい、ふぃー43点あーやばーい、よーほーほー、赤点は回避したけど、多分最低だな。頭悪いな。いや怖いよ、これ下回る。いや、下回る、これ下回ったらもうよ。ということで、今現在合計点が48点です。点か、はい、うわ。じゃ次どっち行くか、野瀬から行こうか。おー、行きますか。うん、じゃあ野瀬くんの、はい、明秀学園入学試験テスト、はい、点数は53点。おお、10点高い、俺より。あんま変わんねえ。あんま変わんねえな、マジ。いや、まあまあまあ、でも10点ってだいぶだよ。じゃあ合計73点ですね。73点です。でか、20点でか。20点バカボコでけえ。20点でかすぎるわ。じゃあ、はるき、今回入学テスト、100点満点中。55点。おわー、いということで、俺が75、75点で優勝です。すごい、天才です。天才でした。天才王です。やったぜ、天才王。ちょっとさ、今度さ、うん、1週間ガチで勉強してきてやんない？うわー、すごいね。教科絞ってさ、売ってる、なんか例えば中二の歴史とかの本買ってきて、3人で1週間ガチ弁してテストするの、どう？じゃあ次回ガチ弁対決で、はい、お会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。